20世紀を代表する美術の巨匠マルク・シャガールの作品展が丹波市で開かれています。フランスを拠点に活躍した画家マルク・シャガールは愛の画家、色彩の魔術師と呼ばれ、パリの情景や恋人、動植物など多彩なイメージを織り交ぜた色鮮やかな作品を数多く描きました。絵画だけでなく2000点余りもの膨大な版画を残していて、会場では初期から晩年までの8つの版画集からおよそ280点の版画作品を紹介しています。シャガール作品の特徴の一つがシャガールブルーと称される青色の風景、情感豊かな色彩は神秘的な印象を醸し出します。シャガールの作品には家族や恋人に対する愛ですとか、あとは故郷に対する愛、あとは宗教的な普遍的な愛などが表現されております。お客様にもご家族ですとかお友達と一緒にご覧いただきまして、シャガールの愛の世界をお楽しみいただけましたら嬉しく思います。丹波市立上野記念美術館開館30周年記念シャガール展は12月22日まで開かれています。